僕フォルテ。僕ね、来週ショパンムキムキデビューコンサートっていうね、コンサート開きます。そのコンサートではショパンの曲を中心に弾きまくりますので、ぜひともそのコンサートチェックしてみてください。おはようございます、フォルテです。シャビーン。はい、絶賛ラフマニノフピアノ協奏曲ね、第2番をまあめちゃくちゃ練習中なんですけど、ちょっとね、難しいんですわ。これがね、僕の想像を超える難しさで、結構頑張ってるんですけど、なかなかね、ものにできてないです。まあでも、まあ今年、まあ二台ピアノだったりとかでね、披露できたらなと思ってて頑張ってます。コンサートとかで持っていきたいなと。自分のレパートリーにしたいなと思って頑張ってます。三楽章ね、めっちゃ早いんですよ。で、めっちゃ難しいテンポが超あるんですよ。で、まずこの、この駆け上がるのが、ちょっと指を外してしまいそうで難しくて、スピード速くすると。緩くするといけるんですよ。でもこれだと全然駆け上がってないじゃないですか。おっしゃーって行きたいので。このテンポになるとこんな感じになって、今ちょっとそれを頑張ってます。で、鬼のこっからが難しいんですよ。っていう、もうこの全然休みがないんですよね。しかも僕のここら辺結構ソロが多くて、まあ、ここら辺も僕ずっとソロなんですよ。いやいや、もうちょっと明日頑張ってますよ。でも難しい。タッ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 タ。このテンポで弾くと弾けるんですけど、ちょっと興奮しすぎて熱いです。でも本当だったらもっとせかしていきたいよ。ここは今ちょっとまだ外しちゃうんですよね。間違えないように落ち着いて弾くってことはもうある程度全楽章できなかったんですけど、もう自分の音楽を持っていく最高級のテンポ、自分の中での持っているやりたいって思っている音楽のテンポで弾こうとすると、まだちょっと手が追いついてない。なるんですよ。ちょっと本当だったらこのテンポでいきたい。うん、これはもう自分の理想ですね。こういうところはね、ある程度自分の中で形ができてきました。
で、楽しいのはこっからです。で、僕がやりたい音楽っていうのがまあ結構勢いもあって、でも歌うところはしっかり美しいって感じなので、まあしっかりと対象をつけるためにも難しいところをパリッと弾けるようにしたいんですね、自分の中では今は。だから今頑張ってます。で、なんで今日はこの緑色かっていうと、ラグマニノフ軍曹っていうね、軍隊さん風のファッションでやっております。ジーンズと緑色の T シャツっていうことで。感じです。ちょっともう一回いきますね。で、こっからもう盛り上がっていきます。で、最後のこれもね、やっぱ外しやすいんですよ。じゃあね、このテンポで弾こうとするとあるんですけど、まあ、精度を高めていってるって段階です。ちょっと興奮しすぎて何を話してるか分かりません。まあみたいな感じで頑張ってます。でもね、最後がまた難しいんですよ。3連符左手に1拍目があるタッタッタッタで、これが聞こえるようにになるように、はいって感じですね。頑張ってます。まあ三楽章が異常に難しいです。一楽章はね、もうなんとなく結構形になってきたんですよね。で、最初はもうロシアの鐘、ピアニッシモから。ちょっと興奮しすぎたでね、まあこっからが美しい。
まあ、っていうね、あの美しいところと繰り返していくんですけど、けどよ、こんな右手がね難しいんですよ。この後これできる、みんな2と4で押さえつつミとファを、2121で、上の音、このシとレを音を押せる ?24 でソシを弾いて、シを弾きながらで、レ、ここからがまた難しいんですよ。まあ難しいしか言ってない。こんな感じに頑張ってます。ゆっくりのテンポ、まあいわゆるその間違えないようにっていうテンポではまあ弾けるようになったんですけど、その自分の音楽を持っていく上でのやりたい音楽でのテンポっていうのはちょっと今まだ苦戦してる段階ですけども、なんかね、今年の目標でもあったラフマニノフの2番、コンサートでね、まあ持っていけるように今年にはなるんじゃないかなって思ってます。まあ目標は夏までにねやっていきたいですね。2台ピアノとかでまあ頑張っていこうと思ってます。皆さんもちゃんと練習してますか？僕はもうめちゃくちゃ練習して、あの自分のやりたい音楽を、この2番難しい35分のある曲を形にすることができるようになってきてすごく嬉しいんですよ。皆さん聞いてくれてありがとうございます。このいわゆる勝手にただただ練習報告を熱く語って、勝手に熱くなって半袖でやって、自分のやりたい音楽のテンポが弾けねえって叫び散らかして、はい、よろしくお願いします。というわけで頑張っていきます。バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。